ルフィ監督マレスカ、チームから20人追放。マレスカ、私は42人の選手と仕事をしているわけではなく、21人の選手とだけ仕事をしています。残りの15、20人の選手は別の場所で練習させています。私は彼らを見ていません。外から見えるほど混乱しているわけではありません。全くそんなことはありません。彼らが20年契約を結んでいたとしても、それは私には関係がないことです。気にしていません。やべえ、フロントが連れてきたやべえ監督だ。信じられない発言をしますね。俺こいつほんまに無理。チーム荒らすだけ荒らして解任なりそう。チャンピオンシップにしては出来すぎてるメンツで優勝しただけで、これはな、マレスカが戦力外通告される日はいつかな。正直、マレスカよりフロント攻めるべきでしょ。ストレートに戦力外通告していかないと、あの人数、整理できないと思うわ。マレスカ頭悪そう。どの媒体で言ったか知らんけど、全く外に言う必要もないことまでベラベラ喋っとる。30人以上を全員面倒見ようとしたポッターが理想半ばで空中分解したのを思えば、マレスカのスタンスは好感持てる。マレスカがサッカー部の顧問だったら一年で辞めてた。サッカー部ではレギュラーで使うことはないし、試合に使う計画もない。無駄な3年を過ごすか、違う部活に入るか GW までに決めろ、と言われそうよね。解像度エグい。ここ最近、俺の中でチェルシーとバルセロナの印象が地に落ちそうになってる。